はいどうもピヨキーです。今日はですね、一発マリオトトロール講師じゃないんですよ。というのも最近コメントとかツイッターでね、スピードランとかアスレチックコースをやってくださいっていう声があったんですよね。というわけで今日はいつもと違っていろんなコースをやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。最初はマストドンっていうコース、クリア率は 1.44%。 いや久しぶりだねこういうコースって。腕が鈍ってないか心配なんですけど、最初はどうすればいいんだ。回転ジャンプか。いやもう分かったらこっちのもんだよ。最初にスピンジャンプしてこの青に乗っていけっていう感じだね。そんでここはやっぱビーム打ってくるような、このビームは綺麗にかわせると思います。さあこっからどうするかなんだけど、あのコインのとこ行けばいいのかな。なるほど、このキラーに乗っていけっていう感じか。そしてオンしてどうする、右じゃないの。心オンをしたらほとんどの人が右に行くよね。それじゃあ流れの恨み晴らしたいと思います。どけはな。そんな喋ってる暇ないぞ。これはオートスクロールでしょ。ここあんまり手止めてる余裕ないね。なんでさっさ行こう。さっさ行かのオートスクロールだからさ、潰されちゃうんだよね。で左端にオンオフがあったと思うんだけど、こうオンオフをして右の方台に乗っていけっていう感じか。ここはスピンジャンプ。はだおやしい。なるほどね、大体もう読めたよ。ここはジャンプしてよけて右の砲台に乗っていけっていう感じで、そして左か。ナイス反射神経で、このまま右で砲台の上に乗れた。ナイスギリギリ。いやちょっと足が使ってたと思うんですけどね。ここは右でジャンプしてオンオフ、そして今度も左か。ここねオートスクロールだからついつい急いでしまうんだよね。早く行き過ぎてもダメってことか。それじゃあしっかりと見極めて先に進んでいきましょう。次はどんなコースだ。ここサムネの場所だね。ここはスピンジャンプしてオンをして砲台を落とす、そして右、やべえコンボ野郎が来る。よし危ねえ。次は砲台に乗ってって右に進めっていう感じか。そしてここはバネに、ここ投げていいのかな、投げて上に進む。やばいこれ間に合うか。ナイス砲台で。この上さバーがあったんだよね。これは気づかなかったな。やばいオートスクロールが速くなった。これはスリル満点だぞ。こういうの好きだよ。この先は何があるのか、そろそろゴールがあって。何これは、やった。どうもありがとうございました。はいそれじゃあ次のコースはこのコース、スーパールームって書いてるんですけど、説明文にねエスケープって書いてるんですよ。ということは反射神経を求められるコースなんじゃないんですかね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.59%。 いややっとエンジンが温まってきたね。あのコインを取ったらドッスンが襲ってくるっていう感じなんじゃないかな。どうだ襲ってくるのか。なんでブロック開かないの。てっきりこのコイン取ったらさブロックが開くと思ったんだけど開かなかったね。なるほど、ドッスンが壊してくれるっていうわけで、それじゃあ進んでいきますか。このコインを取ってどうする、一番左に逃げろっていう感じか。あこれ意外と簡単なんじゃないの。そしてあの左のコインを取って上のコインの場所まで逃げろっていうことでしょう。あれクリア率 1.何%だったっけ。 1.59% ぐらいの割には意外と簡単かもしんないね。うわぬるいぜ、これはぬるいよ。サクサクっといけるんじゃないかな。じゃあここの上のツタに捕まってドッスンを左にやって、またコインがあるな、このコインを取ってすぐ上。ぬるくないですか。大丈夫ですかこのコース。僕もうちょっとギリギリを攻めるような、ギリギリすぎ。この右側のドッスンでやられたんだけど、一旦左にやっておくのが正解なんじゃない。そしてこのツタに捕まってもう一回ドッスンを動かさせて右のツタに捕まると、これで完璧だね。でさここコインがない方が意外と面白いかもしんないね。コインがなかったらさどっから来るか分かんないじゃん。一旦ドッスン右に行ってくれ、そして左に行くと、あっほら。よしゃべさあここで中間ポイント取れました。待って今聞いてない、コインがないじゃねえか次は。いやコインがない方が面白いよね、どっから来るか。ちょっと噛みすぎました。ここカットしていいですか。待ってもう来ないでって、ギャそれじゃあこの下のドッスン厄介だよ。一旦下に降りてちゃんとこのツナに捕まる、そして左に戻ってドアに入ると、そういう感じだね。そして今右上にドアがあったけど、やっぱりここに出てくるのか。じゃあ一旦このまま右に、ここさ一旦ドッスンをさ右にやっておいた方がいいんじゃないの。そしてドッスンが戻ってくるときにジャンプして右、あ絶対こういう行き方だよ。多分ここも
そういう感じだと思うんだよね。さあここは下に行って右に行く。よし来た。ここはジャンプしていいのかな。絶対隠しブロックあると思ったけど、ドロールのやりすぎですかね。ここはどうすればいいんだ。なるほど、一旦中間ポイントを取って次のステージっていう感じだね。いきなり襲ってきそうだな。いやこんなの無理じゃんか。いけんのかな。いきます。はいはい、逃げ、頼む。これめっちゃギリギリだね。いや面白くなってきたよ。上等じゃねえか。ここは右にダッシュ、そしてここも右、すでに右、上上右下、うわこれ。じゃあ一旦このドッスーが戻ってきて右にダッシュするね。そして上に行って左、そして右、頼む。あったこれはクリアなんじゃないですか。こんなの聞いてない。こういうコース好きだな。たくさん増えてくれっていう感じなんですけどね。それじゃあこのドアに入って最後にパワーブロックでこの石王子を倒してゴールするっていう感じだね。よし。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。これツイッターでね、ぜひこのコースをやってみてくださいって DM が来たんですよ。しかしクリア率は 0.25%、 相当難しいんじゃないかな。ちらっとねコースの中身を DM で送ってきてくれたんだけど、どんな感じなのかもう全く覚えてないで。あ、なるほど、ピージャンをしていくっていう感じのコースね。それじゃあ進んでいきますか。いや違うんだって、ピージャンってねそんなに難しいテクニックじゃないんですよ。マリオメーカー1の頃は難しいみたいだったけど、マリオメーカー2になってね簡単になったみたいだね。僕マリオメーカー1やったことないから分かんないから、それをちょっと体験してみたい気持ちはあるんですけどね。ただクリア率 0.25%、 そのわけがどっかにあると思うんだよな。ゴール前が鬼畜みたいな、そんな感じと思います。このまま先に行って、やべえもうタイムがないぞ。なるほど、ここでダッシュ、ダダ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 、きた。これすごくない？ 2 回でクリアってなかなかやるよね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。久しぶりだね、1の1系のコース。今回の1の1はですね、ブラパが大量に置かれた1の1。ただブラパが置かれただけなのにクリア率が 0.52 ってめっちゃ低いんだよね。いやちょっと間違って消しそうになったけど今。それじゃあ早速やっていきましょう。まあまずタイムが問題なんだけど、300秒あるね。ということは落ち着いて。いやだから違うんだって。いや落ち着いていこう。タイムはたっぷり300秒あるからね。でもさ、これクリア率 0.52% でしょ。意外と簡単そうに見えるんだけどね。大げさじゃないんですかクリア率が。それじゃあ次は右のこの穴がいいよ。うわ、こっから先無理だよね。上に隠しブロック、なるほど、ここに1キャップがあるのはね知ってたんだよね。スーパーマリオ35で鍛えました。次はどうする。この上は無理だよね。右のあの落ちるところの横、ナイスで、ここも右、うまい。隙間名人だね、隙間キングだね。うわ、こっから難しいぞ。こっから右のあのハテナの場所かな。ジャンプいける、ナイス。でここもブロックの上、うわここむずっけ。上いけんのかな、試していい。うわナイスナイス、いけるいける、このままいけるよ。よし、これ一発クリア、ワンチャンありえるよ。もう一発逃してるけどね。そしてここは右ジャンプ、右ジャンプ、よっしゃ。ここまでノーミス。さあ右のあの隙間いけるのか、どうなんだ。ジャンプきた。ここはムーンウォーク方式でいこっか。こう、うわーこれ。どうしよう、こういう感じ。きました、おっ、あなんで。ドロールじゃないんですかこれは。なあだ、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。これもツイッターで DM が来たんだよね。このコースをクリアしてみてくださいって、クリアするお手本を見せてくださいって書いてたから、クリアできてないと思うんですよ。こんな僕でよければお手本を見せてあげましょう。まあ僕は上手い方じゃないんだけどね。それじゃあ早速やっていきますか。
オッケーオッケー、これもアスレチックコースみたいな感じだね。多分ね、このリフトを乗り継ぎながらフラパを避け続けろっていう感じのコースだと思うんですよ。そういえば最近ね、僕の動画を見てくれて癒されてるっていう変人がちょくちょくいるんですよ。いや、やばくない？僕の動画で癒されてるって、普段どんな生活してんだ？大丈夫か？僕が絶叫するので癒されてるっていうことでしょう。普段ストレス溜まってんじゃないか？よし、ここはなかなかいいペースで。いや、まさかあの土管からブラパが出てくるとか思わなかったな。じゃあ一旦このブラパを避けておいて、リフトに乗って下に行けっていう感じか。ここ中間あんのかな？中間くれたら楽なんだけどね。ありました。こっからノーミスで行きたい。いや違うんだって、このブラパの当たり判定マジででかくない？これデカブラパの当たり判定だけちょっとおかしいんだよね。じゃあこっからだよ、こっから本番っていうことでいい。こっからノーミスで行きたいと思います。僕のマリメ人生全てかけたいと思います。頼む、僕のマリメ人生かかってるからね、僕の今のこの両手に。さあ、いやここは簡単だね。ここで上、もうゴールなんじゃないんですか？あと1回中間ポイントがあるみたいな。うわ難しそうだぞ。ここは多分いけるよ。ジャンプ、いやマジでノーミスだよ。あの中間ポイントは必要なかったっていうところをみんなに見せたい。ナイス、いい感じだね。ここも羽に乗って右、結構やべ、汗かいてきちゃってる僕。右はい、それじゃあ次のコースはこのコース。コース名にね 20SSR って書いてるからスピードランだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.87% で、氷の世界だったよね。とりあえず右ダッシュして、なるほど、どんどんパンを叩いていけっていう感じか。でここでシャキーン、すいません、シャキーンミスが起きてしまいました。次はしっかりとシャキーンをしたいと思います。さあ帽子を切るんだ、シャキーン、ナイスシャキーンだね。でこのまま右押しっぱでいいのかな。で鍵ドアに入って右に行けっていう感じだと思うんですよ。さあ行きましょう、こっから大ジャンプ、頼む。あ、意外と簡単っぽいね。これこのまま右に行けばいいっていう感じでしょ。ほらほら、でここでジャンプして鍵ドア入る、これでゴールなんじゃないの？残り0秒だもん。なんでいや今の絶対おかしい。0秒でゴールボールのところに行ったらゴールじゃないの？これね、ここまで完全にノーミスできてるから次はいけると思うんだよね。どうなる、頼む。これで一旦右を失敗しておこうか、そしてゴールできる。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。ペルルツオブザピーって書いてるんですけど、ピーを投げるみたいなマークがあるんですよね。なんでピージャンしながらさらに投げたピーを足場にして進んでいけっていうコースだと思うんですよ。これなかなか難しいんじゃないかなと思いまして、それじゃあ早速やっていきましょう。めちゃくちゃ忙しくなりそうだねこのコース。じゃあ一旦ここでピーを持って、この場所でやっぱ投げろっていうことなのかな。あ、やっぱそうだよね。投げてこの針の上に来るようになってんだよきっと。次はちゃんとこの投げろマークのとこで投げてみようか、そしたら島に。うわ、なるね。すげえ制作者、こういうところがマジでね、作ってる人すげえなって思うんですけどね。それじゃあ次も投げるマークあるね、ここで投げてみようか、そしたら足場にちゃんとなってる。それじゃあ次に進んでいきますか。中間ポイントはあるね。うわ、 Z まで出てきたよ。ここで Z してトゲゾーンに乗っていけっていう感じか。しかもここで投げる。うわ、忙しいこれなかなかむずいよ。ピーシャンしながらさらにスピンジャンプもして、さらにこうやって空中で投げたりしてさ、ちょっよしよし、空中で投げたりしてさ、ちょっ喋らせてくれ、忙しいなこのコース。じゃあ一旦ここでもう一回投げて、ここでスピン、ナイス、うますぎ、これで上に行けるっていう感じで。うわ、本当に忙しすぎてもう口をね動かすだけで精一杯だね。一手も動かしてるんだけど、なんでよ。まあ難なくここまで来れたけどさ、ここから先が難しいんじゃないのかな。それじゃあラストスパートやっていきましょう。でここで一旦投げて Z、 ピーッいやさっきちゃんと枠のところで投げてたよね。高さが足りなかったのかな。一旦上らへんで、なるほど、次はいけたね。こっからどうすればいい、ちょっと難しそうだぞ。ここでジャンプ、ナイスどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。